県内中学野球界の春の選抜、県中学校選抜野球大会の選考委員会が高知市で開かれ、大会に出場する26チームが決まりました。県中学校選抜野球大会はテレビ高知などが開いていて、今年で76回目を迎えます。去年に続いて今年も各チームの総合力、将来性、地域性などをもとに選考が行われ、出場する26チームが決定しました。安芸地区からは3チームで、安田芸生、清水ヶ丘安芸、田野馬路奈半利がそれぞれ連合チームとして初めての出場となります。花鳥戸地区からは3チームで、花鳥、野市安連合チーム、鏡野が出場します。高知地区からは去年ベスト4に進出したケラや、初の準優勝を果たした西武など、最も多い12チームが出場します。南海横浜の連合チームは8年ぶり2回目の出場、城西、城北、潮江は連合チームとして初めての出場です。高五地区からは5チームで、高岡、土佐南、では呉、東川、久保川、それぞれの連合チームが初出場。葉山は12年ぶり11回目の出場です。秦地区は3チームで、去年連合チームで出場した中村は今年単独で出場。大月、清水、宿毛、宿毛東がそれぞれ連合チームとして出場します。組み合わせ抽選会は来月24日で、大会は3月25日に開幕します。